チームがね、こんなところに支柱を立てて、ね、ここか取りに行こうかなと思っておりますけどね、どうなることでしょう。歩兵がね、もう1回できるんですよ。で、所属をね、橘城の付近のやつを全部柳川所属にして、ここはもうないと状態にして、この上井谷、白井谷この所属の町を全部ね、こっちに変えたんですね。だからもうここはね、いらないんです。全部入場にして、治安コンチャンですね。はっ、こういった人間もいらないので、治安コンチャンです。で、立ち岩の城もいらないんですよ。もういらないので、そしてね、今ここ開発中なんですが、ここじゃなくて、ここがね、開発はもう終わったかな。開発は終わったみたいですね。もうじき9月になるとお金が入るので、市場を建てたいなと思っております。そしたらね、お金が入ってきたので市場を建てたいなと思います。まずはここら辺だね。ここら辺からこんな感じで、になっちゃって、こんな感じになります。承知。火山でたっぷりご飯が手に入ったんだけども、このご飯はですね、節約しながら使いたいなと思っております。なんとも研究がですね、大きな鹿城、自転車旅でね、阿蘇の方から行ったことあるんだよね。大変だったな。朝は大分市に泊まって行って、
かしこまった。承知しました。施設完了。城に戻るぞ。前進。前進。行け。町並みを制圧しました。進め。退却。諸勢力の拠点を制圧しました。町並みを制圧しました。資源の確保が完了。味方部隊壊滅。町並みを失いました。我が領内に敵が向かっております。ちょっと一旦セーブして戦ってみよう。冬の戦い。お任せください。味方の部隊壊滅しました。敵部隊壊滅。お味方が城内に突入しました。足はまだ負けておらぬ。うるさい。見よ、あれが戦いに。戦いはかようにも人、まあ、悲しいことでございます。どちらのせいなんでしょうかね。うわ、敵城を制圧しました。周りの施設も破壊されます。敵将捕獲せり。目標変換。姉が学ぶ所属を
しこまりました。開発しようか。かしこまった。承知いたした。
った。作業を開始せよ。歩兵ができる。痛いからゆっくりなんだよ。重たいんだよ。お任せを。敵部隊壊滅。敵部隊壊滅しました。かしこまりました。
かしこまった。承知しました。承知しました。お任せあれ。いや、時間が来てしまいましたね。大したことやってないんですけどね。城に戻るぞ。残念ですね。そういうもんなんですよ。よくわかんないけど。次回です。